こんにちは。今日も楽しく問題を解いてね。今何問目？グラウンドを一周走るごとに問題を3問解きます。5周目を走り終えて問題を解き始めるときは何問目？5問の問題を解くとします。月曜日から始まり日曜日の最後に解く問題は何問目？たかしくんは1日おきに問題を解きます。問題を解き始めてから25日後は何問目？
に7問ずつ問題を解いています。スタートしてから7時間後の最後の問題は何問目？お父さんが運転する車に乗っているたかしくん。車は時速 80km で高速道路を移動しています。たかしくんは 20km 進むごとに1問ずつ問題を解いています。問題を解き始めてから1時間30分後は何問目？26人がそれぞれ A から Z まで書かれた椅子に座っています。アルファベット順に A から1問ずつ問題を解いていくと、 N の椅子に座っている人は何問目？これでおしまい。この動画で難しかったところや簡単だったところをコメントで教えてね。グッドボタンも押してくれたら嬉しいな。チャンネル登録をしてまた遊びに来て。